躍動感と独創性のある動き、技術や知識ゼロでスピード出世してたっていう話があって、精神をより集中できたやつがいい絵を描ける絶対的なセンスの人、センスマサーキです。だからセンスマサーキ。天才アニメマン湯浅正明をもっと知りたい。おーいやー、天才アニメマンでございます。岩佐正明さん、皆さんご存知ですか？あんまり知らないなー。ラジオとかで言うと、マインドゲームであったり、アニメで言うと、四畳半島体験ピンポン、映像機な手動砂とか、それも担当する監督さん、これは監督。今話題じゃないですか。そう、今月末には、犬王っていうね、新作映画の監督もやられてる、素晴らしい監督なんですけど、まあ天才とちょっと言わせてください。いつからこの天才ってことはちょっと悪になった？悪なったか？いや、なんか、天才っていうのは努力してるんだよって。ああ。そういう人いるじゃん。先に言っとこう。めちゃくちゃ努力もしてる人です。そういうことは。そりゃそうよ。あの、アニメ時代もアニメ書いて、銭湯入って、そのまま出社してみたいな、繰り返してる時期もありましたみたいな、もうめちゃくちゃ苦労もしてる人。だけど、答えを恐れずに言うと、もうただ天才なんですよ、本当に。ただのって言っちゃう。ただの天才。世の中大変な。みんなこぞって天才って言うんですよ、湯浅さんのことを。クロートたちが。そう、クロートたちが。なんで天才って言われてんのとか、どこが天才なのみたいなことをちょっとお話ししていけたらと思いますんで。よろしくお願いします。まあ、そんなのが湯浅さんの特徴なんですけど、まず。まあ、言ってしまうとちょっとチープ。で、ちょっと緩い感じのデザインなのよ。そうだね。感じる感じ。なんか線がぐにゃぐにゃだったり、そんなまっすぐな線そんな使わないみたいな。そうだよね。マインドゲームとか結構分かりやすいことだよね。そうだね。でもだからこその躍動感と独創性のある動きができたり。だからなんかちょっと綺麗な絵だと、その動きすると変だぞみたいなことも、この湯浅さんの絵だからこそ許せるみたいなことが結構多々あって。だから、なんていうか、ビーズとか、めちゃくちゃうまいしかっこいいよ。めちゃくちゃうまいしかっこいいけど、タマみたいな感じ。だからより天才感があるのよ。わかる？すごい、すごいんだけど、どっちもすごい。すごいんだけど、天才感がある。いろんな人に気使ってビーズにも気使ってないから。そのまあ天才エピソードの一つとして、技術や知識ゼロでスピード出世してったっていう話があって。マジで？はい。アニメを作る際、絵コンテとかが上がってきます。それを、原画マンがまず絵にしていくのね、それを。で、原画が上がると、それを動画マンっていう、下の人が、間の動きを埋めたり、っていうのをしていくことでアニメが出来上がっていくんだけど、だから最初みんな動画マンから始まるんだよ。アニメ会社に入ると。もう動画マンからみんな始めて、で、原画マンに上がって、で、感じに出世していくんだけど、この天才。天才パースの勉強もなしに、動画マンから原画マンにパンって上がったのよ。で、パースっていうのが、これはちょっと専門的な話になっちゃうんだけど、簡単に言えば、まあ、遠近法みたいなこと。それこそもうアニメを描く人だったらもう、一番最初に習うことなんだよ、結構パースって。パースを取れ、パースを取れ。そう。初級中の初級なんだけど、全くパースも考えずに動画マンをまずやってて、だからもう全然うまくいかなかったんで。そうだよね、パース、何みたいな。というのはもうこの天才ね、絵は精神で描くもので、精神をより集中できたやつがいい絵を描けると思ってたんだって。最初。もう精神で描けばいいだろ、みたいな。そうか。魂で描いてたんだ。そう、技術的な色はだからもう聞き流したんだって。なんか言ってら、みたいな。精神で描けばいいからです。ただでもそのはみ出し具合、動画マン時代からの。見る人にはちょっと目に留まって、それが。で、まあ原画マンにもボンって。要はその、原画マンと作り出せば自分で作り出せる。みたいな。もうそっちの方がいいだろ。そうそう。それって天才じゃん。そう、もう天才エピソードなんだよ、それは。すごい。上に上げた人もすごいよ。そうだね。確かにね。確かに。で、いざ原画マンになったら、描きたいの理想系はすごいあるんだけど、ちょっと技術が追いつかねえってなって、先輩とかにも、そこでやっと手伝ってもらったり。なるほど。で、技術もちゃんと身につけなきゃな、つって。ちゃんとそこで学んだりもね。あ、パースを知ったんだ。そう。まあ本当だから、絶対的なセンスの人。センスマサーキです、だから。センスマサーキ。パリピ孔明みたいな。センスマサーキか。そんなセンスマサーキの、どういうとこがセンス、どういうとこが天才なのか。まあこれ天才エピソードでしたから。確かに。実際に見てわかるエピソード。が、こちら、アニメでないと表現できない絵っていうね。のが僕結構特徴だと思ってて。まあ原作ものとして結構いろんなアニメやってるんですけど、ピンポンとか映像犬とか。これまあ原作の漫画があってそれをアニメにした作品なんですけど、このどれもが結構個性的で特徴的な元々の絵が。そうだね。元がね。元がすげえ特徴的な絵なのよ、全員。それをアニメで動かすってなった時に、普通にきちんと描いちゃうと、そのオリジナルの魅力からどんどん離れちゃうぞって思って、その勢いを作るんだったら、あえてもうきちんと作らない。きちんと描かないっていうことが結構湯浅さんの、あの、信念。ポリシー。その原作の絵を、が変だったらね。余白を残すみたいなこと。そう。一見だから、すごい雑に見えちゃうんだけど、適当っぽく描いてる絵だから。でもむしろね、それがスッキリして見えんのよ。っていうのも、湯浅さんの特徴として、登場人物が興味あるものは、ちゃんとしっかり描く。ただ、実際にそこにあるけど、興味はない。
その登場人物の目には入ってるんだけど、別にこれぼんやり見えてるものはもう適当に入っちゃうんだって。あー、なるほど。描く。描写じゃなくて主観が入ってるっていう。そうそうそう。心情でピントを合わせるって感じ。なるほどね。その。実際そうだもんな、俺らが見えてる世界は。そう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 。でもそれって結構アニメだからこそできるデフォルメであって。で、逆に綺麗なアニメだとできなかったりする、そういうことは。綺麗なアニメはちゃんとその背景とかも書いてなくて変じゃん。急にぼやけたりしたら。そうだね。君の名はとかで急に変な、ぐにゃぐにゃっとした建物とか。変じゃん。ピシッとしててほしいじゃん。そうだね。それがでも岩瀬さんの絵だと世界観だってできちゃうっていう。なるほどね。小さい時に描いた絵を思い出してほしいんだけど、パパママがじゃあ外でお花畑に囲まれてる自分みたいな絵描くじゃん、子供が。その時さ、パパとママの顔異様にでかかったりするじゃん。めっちゃでかかった。とか、花も顔と同じくらいでかい。で、他全部ちっちゃいみたいな。そうだね。それって要はもうその興味なのよ。ああ、そうだね。そのだから心を動かされたもの、その感動とかを、はもうデフォルメしていいっていう。なるほど。岩さんの特徴、あの、信念らしい。で、さらにそこにね、センスが、センスまさきですから。センスまさき。センスが加わっていきます。空の色何色ですか？青。ああ、もう、センスまさきだな。なんで、なんで、なんでそんな、なんでそんな、そんなやだな。なんでそんな。うわ、めっちゃやだな、なんでそんな。空ってそう、青なのよ、普通は。そうだね。でも、そんな固定観念には縛られない。四畳半とかね、結構特徴的だと思う。もう、あの、本当にいろんな色、空。うん、もうその時に合わせての色、うん、だし、ジョジョハンとね、肌はね、もう白なの。肌色であんま描かない。もう真っ白だったり。なるほど。なのになんかちょっとカラフルな印象もあるっていう。そうだね。ありますね。その色使いのうまさ。うん。これセンスです、多分。うん。センスマサーキ。センスマサーキ出てるなぁ。ただセンスの人、ちょっと意固地だと思いません？わがままだと思ってるじゃん、センスって言うと。ちょっと言うことわがままだと思ってるでしょ。うん。ただ、時には負けも認めますから、ちゃんと。負けも認めるの？どういうことですか？緻密な背景を描きたいってなったら、だったらもう実物が一番綺麗っつって、あのもう写真を使っちゃったりする。あるね、マインドゲームとか。あ、そうです、わかるでしょ。写真とアニメの融合結構するのよ。確かに。それこそ、顔もマインドゲームだとさ、実写を使ったりする。吉本のいろんな人の顔がバンって出てきたりする。もう俺の絵で描くんだ、みたいな感じでもないってこと？そうそう、なるほどね。とか、結構ね、俺、岩瀬さんで一番好きなのが、走るときね、こうやって走るの。わかるかな、わかるかな、これ。こうなって、これめちゃくちゃかっこよくない？そんな風に走る人いないわけない。いないけど、これめちゃ速く見えるの、しかも。走ってる感ある。こういうデフォルメがすごくかっこいいなっていう。アニメだからこその表現。アニメってすごいなっていう可能性を見せてくれた。そうだね、今言ったこと全部アニメだからこそだな。そう、ができるっていう、岩さんの魅力であり、すごいところ、センスなところでございます。で、もう一個ね、ちょっと個人的に岩さんのすごいなって思うところが、リズム感があるテンポ。だと思ってて、4畳半神話体系っていうアニメがあるんですけど、もともとは森見登美彦さんっていうあの小説が原作なんですよね。うん、で、小説が原作だから、すごいモノローグが多いのよ。うんうん、独白、もう自分でただ語ってて、みたいな。で、それってでも、ただの言い訳、主人公の言い訳、ちょっとひねくれたやつだから。まあ、小説だと面白いんだけど、それが。でもアニメでそれ別になくてもいいから、モノローグだから。そのセリフだけあればいいじゃん。うんうん、なんだけど、それだと森見さんの面白さが出ない。かといって、全部普通に話す尺はないってなった時に、うん、もう意味とか把握できなくていいから、うん、とにかく早口でモノローグを無理やり読ませるっていう選択をして。ああ、分からせなくてもいい内容だっていうことね。もうただ早口で、なんかめっちゃ主人公喋ってんなみたいな。それによってすごいテンポが生まれてんだよ、このアニメで。これね、すごい感覚なんだけど、そのテンポ感がすごい好きなのよ、俺。あるある。うん。それこそさ、あの幻の、1992年にあった、あの、ちびまる子ちゃん、私の好きな歌っていう。出た。あのね。ああ、この前やってたよ。そうそう、最近モデルになってました。もう円盤化されてなくて、配信もなくて、で、このゴールデンウィークになんか神保町シアターでやってたんですけど、うん、それがもう連日満員で、うん、みたいな、もう幻の映画があります。それがまあ、いろんな音楽が流れて、うん、それに対する映像みたいなんだけど、それも岩瀬さん、いくつか担当してて。ああ、そうなんだ、ね。1969年のドラッグレース、買い物武器っていうやつ、その二つを音楽シーンを担当してるんですけど、うん、それとかめちゃくちゃ評価高くて、うん、まあ、だからそういうね、音楽とのね、マッチがすごい、すごい人だと思う。うん、音楽やってたのかな、うん、そう、リズム感がすごいと思う。そんな天才、センス、岩佐正明。うん、彼はね、もう人を引きつける天才だっていうことを最後に言わせてください。僕も引きつけられてます。で、天才がゆえ、あ、天才ってもう一つ、大学時代ちゃんとぼっちだった。あー、そうなんだ。どんな人だったのね。もう一人黙々と、もうやってた。もう人付き合いが苦手なんだって、本当に、岩瀬さんって。へー。なんだけど、
ちょっと上に立つようになって、周りの意見をめっちゃ聞くんだって、でも、岩瀬さんって。で、それこそ、クレヨンしんちゃんが結構出世作なんですけど、実は。あ、そうなんだ。そう、クレヨンしんちゃん時代に、誰も見たことがない面白い動き書いてくださいって言われて、それ書いたらめっちゃ受けてみたいな。すごい。基本的にはそんなオファーされないから、まあ、しんちゃんだからこそされたオファーみたいな。で、それを見て、任せられて、すごいハマったっていう経験があるから、うん、みんなのそういう部分を拾いたいみたいなのがあって、なるほど。みんなの意見をめっちゃ聞いてくれる人なんです。うわぁ、最高じゃん。そう。で、岩佐さんと仕事したいって人がどんどん集まってきて。おぉ。その動画のチームってアニメごとに結構ばらけたりしちゃうんだけど、岩佐さんチームって結構固定、ばらけないんだって。もう一回岩佐さんと仕事したいって人がどんどん集まってくるから。そう。もう人を引きつける天才でもあるっていう。へぇー。センスって人をこうしそうに見えますが、こうするセンスの天才でしたっていう。岩瀬さんは。そう、だからかっけえなっていう。かっけえ人ですってことをとりあえず知っていただければ。すごいね。まにハマってないね、なんか。まあ、そうだね。でもアニメがめちゃくちゃ好きらしい。とりあえず、とにかく。好き好きです。よかった。今んとこ話を聞いて。天才岩瀬まさきぜひ注目していきましょう。うぃ。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、ツイッター、いろいろやってます。じゃあ、やさき。今日の、天才あるある。天才ね。天才、パーカー着がち。お。だから今日これでやってみました。先生天才感ある。天才といえば、パーカーなんだ。そう。